新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、少し遅めのご挨拶となりましたが、はい、今年も皆様何卒よろしくお願い申し上げます。はい、では、今回赤部ソフトズチャンネル放送ナンバー8、司会を務めさせていただきます噛んだねもう一回いきます、はい、赤部ソフトズチャンネル放送ナンバー8、新もう一回噛んで、もういいんです、別にそのまま進めたらいいと思います。もう司会進行を務めます、私天の声でございます。よろしくお願いいたします。はい、では久しぶりの登場、まずは、ザッキーさんの方から、簡単に自己紹介お願いします。はい、ご無沙汰しております。はい、どうもお久しぶりです。お久しぶりです。プログラムのザッキーです。よろしくお願いします。もうね、こんな寒いんですよ。まあそうですよね、結構こんな格好でね普通に喋ってますけど、めっちゃ寒いの。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、皆さんご無沙汰しております、シナリオライターの中島大河と申します。ご無沙汰ではないなちょくちょく出てますから、ね、解禁賞でしょ。解禁賞ですね、前回もね、俳句のやつで出ていただいたりとか、ね、もうコメントの中シナリオライター中島大河様の様取ってもらっていいですか。いやいや、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ続きまして、LINE の方でもご挨拶させていただきましたが、私もちろんよろしくお願いします。ディレクターのみゆきです。お願いします。はい、はい、台本通りに行きますと、ということで今年もこんな感じで突っ込めって書いてあるんだけどどこ突っ込めばいいんだろう。もう台本通りに行ってもう台本あるって言っちゃうんだね。はい、では、2017年第1弾ですね、赤部ソフトズチャンネル放送ナンバー8を始めていきたいと思います。はい、めちゃくちゃ買いますよ、ね、今日寒いからかな。ここが寒いからかな。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、今回のコーナーはこちら、クリエイターズ赤部粘土編、あ、粘土の巻。はい、粘土。はい、で、こちらのコーナーの説明なんですが、みゆきさんの方からお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、台本読みます。宣言。今回は最近 DIY などクリエイティブなことが流行っているということもあって、スーパー読み、この番組でも何か作れないかなと思いまして、今ここにいらっしゃいますザッキーさん、タイガさん、そして天の声さん、そしてグラフィッカーの桜目さん、朝倉ひよりさん、プログラマーのシュガーさんに番組の新マスコットキャラクターを粘土で作ってもらえないかお願いしてみました。はい、お願いされました。あの、ちょっと暴露していいですか。この台本作ったのあなたでしょ。大変よくできました。褒めるところ一応、そうそう、一応長ゼリフですからね。長マジなんだよ。さっきね、覚えらんねえって言って覚えらんねえから机置いといていいかなって話なんで、ね、褒めて伸ばしましょう。噛まなかったんだ。噛まなかったですね。すごい、すごい。私も開始、もうすでに噛み切れない。それはすごいと思う。多分あれ、天の声さん慣れてるから。いや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 、進めていいですか。はい、はいはい、やりましょう。そう、だいたい立体造形みたいなのに、なんかこう、心得ある人いないでしょう、ね、ないんじゃないかな。意外といけるんじゃないかな。絵を描くより難しいでしょ、うん、3次元にする、ね、そう、次元が1つ増えるから、Z 軸だからです。できないことをするのがやっぱり YouTuber っぽいですよね。ユーチューバーとしてクリエイターですよ。なるほど、クリエイター。できないことをやるっていうね、ないものは作れ。クリエイターです。チャレンジみたいな、ね、クリエイターチャレンジ、まあ、こんなタイトルもクリエイターズ赤部です。そのコンセプトというかお題みたいなのがあるわけですよね、うんうんうん、この番組内のマスコットキャラクター。ほうです、ね、まあ、採用するかどうかちょっとまだ未知数なんで、もう全員が全員なんかもう潰れた団子みたいなので終わっちゃったらちょっと無理かなと思って、うん、ここですごいこれはっていうのを作れば今後ずっ と, ずっとこの番組がこうあるたびにもうこれマストスですよ、うん、置いといてもらえる、出るわけです。あの、今あるあの天の声さんの雲が消えるかもしれない。あはい、で一応これなんですけど、まあ、前編後編に分かれる感じなんですよね。そうですよね、あの造形とその後の色、うん、彩色もあるので、ね、造形編と色塗り編、うん、結構固まるのに時間かかるので、うん、2回に分けて撮りたいと思います。2017年そういった感じで、うん、始めていきたいなっていう。
子役されてね。そうね。実にふわっとした手探り感がすごい。すごい。うん、いいですね。こういういいじゃないですか。こういうの楽しくて。DIY 放送ですね。いいよ。こんなノリで見続けてくれる人いるかな。大丈夫？ちょっと不安だけど。若干の不安を感じてます。手作り感がすごい、うん。そうですね。こうやって多分人気チャンネルができていくんですよ。本当に。あ、そう。まあ一緒に多分作り上げていってる感覚に。ああ。なってくれると思う。そうですね。赤べチャンネルはわしが育てた。その通りですよ。そうみんなと作っていくチャンネルです。それではみきさんがどうしてもやりたかったバテンデーコーナーに行ってみましょうか。ひゃふー、せーの、え、開けていいですか。開けますよ。開けます。わーい、わーい、ちょっと待って、粘土とか、うわー、それがこれ、しかも怖い。おお、こういう手触り。ゴミは回収していいんですか。あ、もう全部出さない。え、あの入れ直した方がいいです。あの乾燥しちゃう。出た。もうこの素人の修行ですよ。もうすでにアウトなんだ。完全にやらかした。大丈夫です。あのスピード勝負でマジックやってしまえば作ればね。無理っぽ。てかこれちぎっていいですね。そのああちぎれちゃった。っていうこれアドリブで材料調達してもいい。ちゃんと終わってる。え、もういいんじゃない。もういいですか。使えるものだった。何やってもいいって。隣のやつか。よこせ。よこせ。ほらよこせ。水と種もみを。じゃあ、あれでしょ、その、こういう粘土細工とか立体造形みたいなのは、もうほぼ全員素人っていう、あれでいいですよね。ど素人です。はいはいはい。じゃあまあそこは公平なんですね。桜部さんが結構その練習してたという情報があるなるほどね。3連休に1回と昨日1回練習しました。昨日もやりました。昨日は同じ粘土を使ってやりました。やる気がすごい。今回あのマスコットみんなに考えていただいたんですけど、どれぐらいかかりました？それぞれ考えるんですか。はい、考えるのに。それは忘れてた期間もいいですか。そうですね。あ、でもそれはいいじゃないですか。あの考える期間とかじゃなくて、あの考えなきゃって思った時から考えてるっていうことです。なるほど。割と早かった。あ、でもアイディア自体は私は早かったですね、割と。うん、どれくらいだろう。1週間ぐらい。結構詰めました。もし3日ですね。お、でもそういうの結構、はい、お粘土お姉さんズはどうですか。お粘土お姉さんズ。お姉さんはいかがですか。私完全に脳内でふわっとこんな感じかなって考えてたぐらいで、実質多分話持ったとこった時に考えついたぐらい。あ、早い。思ってたぐらいかな。うん、これ難しい。皆さん可愛い系ですか。中ではね、もう完全にもうこれはいい出来だっていうのが出来上がったんで。可愛い系ですね。比較的可愛い系にしたいです。したい。したいです。願望です。今のところ皆さん同じような感じですね。え、同じような感じ。どういうことですか。それだって色とかついてないですし。同じ色。それはなりますよ。シュガーさんのがなんかすごい。完成が完成近い。いきなり近い。パーツがいっぱいあるもん。も時間ない。春だけがいい。ですよね。春だけしたい。春だけにしたい。一番クリエイターもないじゃん。なんかプロなんで。このままだと写真動画できないんですけど。すごい。あ、やべ、すげえ。ベタっとした。綿棒でやってみたら。それね、割と伸びづらいよね。これ伸びづらいですね。え、これあのマスコットキャラに名前とかつけるまでやっちゃっていいんですか。名前つけてます。全然もう命名していただいて。親なんでね。親ってね、海の親なんで。言うたら子供にね、初めてプレゼントじゃないですか。あ、わあ、なんかかっこいいこと言った。かっこいい、いいこと言った風なやつ。名前がプレゼントか。名前今何だと思う。なんかプレゼントやったっけね。すでかっこけじゃなくて、ちょっと理解ができなくて。すいません。一つ目に姉がいるんですけど、はい、姉と漢字も全く同じ色いんだ。言ったことがあって、デバッグするときにごめんちょっとこうぬるっと外してもらっていいって言ったことがある。それ辛いですね。漢字も同じか。漢字も同じなんですよ。一回あった。ジャッキーさん、はいはい、これコンセプトなんですか。
コンセプト？コンセプトとか言ってる。コンセプト。そのあるのはあるんですけど、これ言っちゃったらそれもうネタバレに繋がるんで。ネタバレダメなんですねこれ。できれば完成間近になってからあーって言ってもらいたい。秘密なんですね。そう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 。だからまあコンセプトはまあいずれということで、現時点ではちょっと。まあじゃあ完成の時に発表。完成の時に、はい、それで。はい。中島大河さんの席で。はい。あ、なんか。これなんですか。これはあれだ。なんですかね。なんかね、でもこの絵見たことある俺。え？これ着て。100個の1話で見たことある。そんなバカなん。これこのまま上の重みでそこの粘着部分外れそうな感じがするんですけど、後ろから。いや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 、わかりません。これなんだろう。これ着てる100個の1話でこんな絵を見たことがある。ほら、おお、俺こういうモビルスーツちょっとしてる。いやいやいや、そんな既存物ではないね。なんかフッタがいそうですね、ああいうの。あれですよ、これ太鼓からね。髪の毛が今すごかったすいません。これは可愛いを目指してるんで。あら、可愛い、可愛いを目指してる。なるほど、可愛い。ここから可愛いが、まあね、私は自分のこと言えないけど、ここからどう可愛いになっていくのかっていうのがちょっと楽しみではあるな。これが顔の予定です。顔2つある。顔もしかしてではないですね。ではないですね。あ、2つにしてもいいかもしれませんけど、予定変更して顔が2つあるからって偉いと思うなよ。はい、シガーさんは、はい、何でしょう。これは僕には何を作ってるのかは理解できないんですけど。紙粘土で遊んで仕事して。そうだね。あの仕事してください。仕事してるじゃないですか。ほら、作れって言われたから。はい。これその銀紙なんですか。そのアルミホイル的なやつは。アルミホイルです。してるしてるしてる。何ですか。型です。型。あ、その骨組みを作ってきたんですね。です。時間少ないからって言われたんです。あ、じゃあ貼るだけがいい。賢いね。骨組みをでしょ。賢いでしょ。白とか着物です。何を作ってあるんですか。これは白。ちょっとネタバレが。ネタバレ。何を作ってるかまでは言えないですけど。いや、何気なくストレートに聞いたら教えてくれるかなと。さすがにそれは言えないんです。引っかからなかったんです。これどなんかなんか僕30に見えるんですけど。ですよね。これメーカーの。そう。福岡のね。メーカーの。あのユーチューバー的にこういうところに広告を差し込んでいってですね。あの広告収入を得ることもできますよってアピールをしていかなきゃいけないと思って。男性として。こちらは何を作ってるんですか。何、うん、まあダメだね。普通に聞いてしまった今。土台っす。土台これ土台です。土台というふうにみゆきさんから言われました。ああ。を作ってるな。土台。で今一応これは土台ジェダイみたいな。パーツが終わりましたもん。あ、じゃあもうほぼできてるんですか。ほぼできてて、あとはくっつけたらおしまいです。アンパン番号ですかこれ。それ大丈夫ですか。いや、なんかこれはピーつけるんですかきちんと。僕の尊敬する柳瀬隆先生の一応何とは言わないですけど、ここにこうつきます。ああ。まあ何と言わない。じゃあもうだいぶできてるんですね。もうだいぶできてる。あと何分ですか。これもみ30かなんかですかね。殺すぞ。ただ似てません。もう似てますけど。もみ30的なやつ。かわいいでしょ。もう4割ぐらい時間過ぎてる。もみ30。違うわ。はい、違うわ。あ、じゃあ。全然違うわ。うわ、マジか。これ完成。そうですね。一応私の方はもう完成しました。あ、じゃあ今何してるんですか。今、遊んでるんですか。いや、違う。これは違うわ。土台作ってます。あ、土台ですね。急いでは、じゃあ、もう遊んでるのかと思ったちょっと。でしょうね。あ、餃子の皮に見えますね。いや、今やってて私も思いましたけど。違いますよ。あ、すごい、なんか穴が開いてる。ってことは、差し込む系。はい。絵描ける人がさ、すごい。で、可愛いものデザインしたらさ。もう、勝てるわけですよ。勝てるわけですよ。ハードルがめっちゃ上がる。ハードル、人のハードルを上げて、勝っていくっていう。知らない。さすが大人来たね。腕で勝ったんだろ、もうこっちでやっていくしかないわ。トラストークですよ、完全に。三味線引いてくれ。難しそうです。あ、何のリアルですか。ソフトクリームのリアルさ。ソフトクリームにヒビとか入ってるんだ。その決めつけは良くないですよ。あ、そうですか。すいません。ソフトクリームです。これはパーツの一部なんですか、それともあのおまけなんですか。粘土が余ったので。あ、おまけなんですね。あ、じゃあ粘土って使ったらこれ絶対作りませんか。
ちょっと僕には理解できない。ちょっと誰か理解してくれるかと。みゆき&安田の働くオタクの恋愛事情紹介コーナー、イエーイ。はい、こちらのコーナーはですね、まずみゆきさんと安田さんに、まあ、メインでというか進めていただくコーナーにはなってるんですけど、本日はゲストとしてザッキーさんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。プログラムのザッキーです。よろしくお願いします。ね、ゲストのようにこれ真ん中に座ってていいんですか？いや、ゲストだから。だから、やった。めっちゃ目立ってる。はい、じゃあここからは、お任せして大丈夫ですか？はい。まずどんなゲームかっていうところからの説明をお願いしたいなと思うんですけれども。そうですね、今回働くオタクの恋愛事情ということで、はい、前回働く大人の恋愛事情に引き続き同じ感じの、はい、まあ、リアルよりの、まあ、ちょっとこうエロに特化したような感じの作品になってます。起こりうる範囲、うんうん、なるほど、日常的にありうるであろう、ありうるであろうシチュエーションとかを、まあ、働く大人シリーズに引き続いて、うん、はい、で今回はまあ舞台がアニソンバーということで、はい、アニソンバー、なるほど、散々行って取材を重ねた上で作っておりますので、あ、実際にね、赴いたんですか？実際行きましたね、現場に。まあ、そんな感じの世界観にはなってるんですけども、うん、まあ、早速キャラクターの紹介させていただきたいと思います。はいはいはい、お願いします。まあ、まず最初は、はい、今もうずっと表示されてるね、はい、三河天音さん、天音ちゃん、はい、まあ、もう説明、これウェブサイト、あの働くオタクの恋愛事情のウェブサイトを表示しておりまして、はい、まあ、見ていただいたら、まあ、細かいね、こう YouTube では押せないところとかも、うんうんうん、まあ、ご自身で押していただいて、ね、確認していただければと思いますので、はい、あ、ボイスと、ね、押せない、あれは、うん、押せない、押せないんだ。あ、押したら、押せないんだ。皆様はね、ここからいろんなボイスやらが確認できるそうなので、ね、ぜひここからチェックをね、はい、していただきたいなと思うんですけど、ね、まあ、それでですね、まあ、はい、こう天音ちゃんどんなキャラクターか、まあ、はい、ここにも書いてあるんですけど、はい、まあ、本当にセンターヒロインという感じで、そうですね、メインね、もう可愛らしい女の子で、そうですね、そうですね、カラオケが非常にうまいという、歌が上手だ。まあ CV からしてもね、歌うまそうな感じはしますね。そうですね、いや、もう今回は全力で、あの全力でね、そうですね、もうなんかあの、なんですか、劇中歌とかやっちゃったりするんですか？そうですね、まあ今回、あ、本当に、すごい、まあ、あの G 戦場の魔王のアンサーを歌っていただいておりますので、あ、このキャラが歌ってる体でね、もちろんその、うん、いろんな方候補にいらっしゃった中で、うん、その声のイメージが合ってる方っていうことで、あ、うん、ちゃんとイメージに、うん、そうですね、もう今回ぴったりな感じでなってると思いますので、うん、ではまあ次の、はい、じゃあ次のみのりさんに行かせていただきます。はい、豊浦みのりさんですね。そうですね、このキャラクターは、はい、まあ、店長ですね。一言といえば、今ちょっとあの、でかい種類、かぶったかぶった、かぶりましたね。気になる一言が聞こえましたけど、でかいというね。でかい、でかい、何がでかい、何がとは言わないけれども、なんですかね、まあ、あんま身長はでかくないですよね。見ての通り、やっぱりアニソンバーというところはですね、うんうん、まあ、衣装ちゃんとコスプレしているところがやっぱお店が多くてですね、やっぱその女性の店員さん、皆さんやっぱりそのそういう感じの服装でいらっしゃるんですか？そうですね、基本そういう感じの服装を着ていらっしゃいますね。作中の中でまた見れるっていう感じで、そうですね、見れますので、あ、他のコスプレもある？あります、お、あります。なるほど、お店ではこういう格好したりとかはしてるっていう感じですね。そうですね、お店ではこの格好してるっていう感じです。なるほど、うん、まあ、では次へ行かせていただきます。はい、お願いします。まあ、次はあの、いや、ない、OL、はい、お客さんですね。お客さんですね。あ、はは、アニソバに来てる常連のお客さんのキャラクターですね。なるほど、はは、可愛らしいですね。まあ、実際にですね、このキャラクター乙女芸がすごい好きっていう設定なんですけど、うん、まあ、そういう方もやっぱ当然おられますし、あら、乙女芸が好きといえばね、はい、
あ、そうですね。まあ、褐色マンに当たる。来た、ここで来たか。そうか、人事とは思えないこの感じ。あの一気にアキラちゃんに親近感を覚えてきて。いやいや、もうあの、そうですね、こういきなりこう暴走して乙女毛語ってるシーンとかありますよね。なるほど、あの、まあなんかで私会社でも稀にね、聞こえてくる。そうですね、そうですね、あの休み時間とかにね、あ、いいっすよねみたいな感じの話をしてる時が若干ちょっとね、多分、まあ、こっそり聞いてね、参考にさせていただきます、はい。なるほど、なるほど、参考にされてた。そうですね、まあ、そういうのをこっそりね、なるほど、勝手に出すというそうですね、市場調査を行われてるタオルですね。次はですね、田臥莉子さん、莉子ちゃんのキャラクターですね。可愛らしい、これもまた黒髪の推しね。この子はあの漫画のアシスタント、漫画が大好きで、もうお店に通うようになったみたいなキャラクターなんですけど、まあ、基本的にそうですね、まあ、お店でっていうよりも、まあ、作家さんってどんなもんなんだろうみたいなところが多く描写されてる感じになってますね。なるほど。モデルとかいるんですか？まあこれはもうあの弊社所属の所属の方がたくさんおりますので、まあ、机の上とかね、そうですね、あの たくさん取材させていただいてそうですね、参考にできる部分が多くあったんじゃないかなっていう、あと生態系とかね、あ、そうですね、確かにあの誰とは言いません、誰とは言わないですけど、いろんな人を複合して、そうですね、アシスタントさんなんですね、うん、そうですね、まだアシスタントで、まあ、漫画家の卵みたいな、うん、目指してるっていう、目指してるっていう感じ、うん、まあ、いずれゆくゆくはその漫画家になっていきたいみたいな、そうですね、そういったとこをちょっとシナリオで楽しんでもらえたらなという感じですね。なるほど。じゃあ次の方は、次はですね、はい、まあ、なぜか突然セレクトショップ店員とかなってますけど、そうですね、ショップ店員さん、あ、いわゆるこれ私らの人種でいうところのパンピーなんですか？そうですね、まあ、パンピーでリア充でしょみたいな感じなんですけども、うん、まあ、やっぱりパリピー、隠れオタク、まあ、隠れオタクっていますよね。いますよね。ああ、まあまあいるみたいですね。なかなか公にしづらいじゃないですか。そうですね。漫画めちゃくちゃ好きとか。まあ、なんだろう、部分がね。ショップ店員さんとかだとなおさら周りにあんまりいなさそうだから。そう、いなさそうですね。職場では話さなさそう。言えないっていう。言えないですね。っていう感じのキャラクターなんですけど、まあちょっと偶然。縁があって、なるほど、まあ、とあるきっかけがあって でどうなっていくんだろうみたいな感じのキャラクターになってますね。もうすでに常連さん、この子はね、あの最初はお店にはいないです。ああ、ごちごち来るようになるぐらいの、まあそうです、まあ、どっちかっていうと主人公がきっかけで連れてくるみたいな感じの展開になってきますね。まあそういう感じのストーリーになってますね。なるほど、なるほど。それでですね、まあ、はい、ちょっと言い忘れてたんですけど、はい、お客さんたちもコスプレがあるんですよね、はい、今回は。お、それでですね、アディソンバーに行くとですね、はいはい、女の子はなぜかコスプレをすると割引みたいなお店があるんですよ、ね、へえ。そういうのがあるということは、そういうシーンもあるというね、期待していただいて。なるほど。じゃあここまで紹介したその店員、店長さん、店長さん以外のヒロインもコスプレする、うん、もちろん。おそういったところもこう見ていただきたいなっていう感じ。そうですね、でそれでですね、あの分かりやすいようにですね、今回も前作に引き続いて用語集積んでおりますので、はい、あ、テクス、そうですね、それを見ていただければ、まあ、あ、もしかしたらこれなのかなみたいな、分かるようになってますので、なるほど、まあ、キャラクター紹介はこういう感じで、はい、はい、ありがとうございます。まあ、もう今回はこれで終わらせていただきたいんですけど、まあ、次回はですね、ここまで次回で、ね、あ、次回、次回、はい、まあ、なんとザッキーさんがですね、はいはい、体験版をプレイして実況をプレイをしていただけるということで、やったぜ。はい、断っておきますけど、私これ開発に全く関わってないんですよ。そうなんですよ。ザッキーさん今回は違うセクションにいたんですよ。違うセクションにいましたから、あのシナリオも読んでなければキャラもいましたんですよ。情報ゼロの段階で、そうそうそう、ここにいるという。そうですね。確かに、まあ、あのね、情報ゼロの段階の人間がやってこう楽しんでいただくっていうのを楽しみにしてるんですね。そう、まあ、だから確かに。ただね、ちょっと不安なのが、あの、ほら、私あの。根も葉も正直な人間じゃないですか。そうですね、正直者の正しいですからね。割とね、その脊髄反射で喋ってしまうところがあって、いや、もうリアルにね、ユーザーさんが思ったことを本当に自分のユーザーとして言っていただければ。これ変なこと言ったら明日からあの席がないとか正直大丈夫だよね、大丈夫だよね。カット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 で、カットで、リアルなお前、おめえの席ねえから状態が。そうですね、まあ、カットと同時にね、ザッキーさんの席もカットされてる。ダブルの意味でカットされて気をつけます。はい、それで実況プレイ、はい、まあ、次回の、そうですね、YouTube 楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあ次もですね、今回はここまで、はい、今回はここまでということで、はい、皆様ご協力、まあ、いや、カットしてもらおう。皆さんも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた次回ですね、ザッキーさんの実況プレイお楽しみに。はい、ありがとうございました。
というわけで前半お楽しみいただけたでしょうか。タカさん疲れてるね。すごい。あれ疲れましたか。文字とか違うんだよ。まあね、そう、やらないことをやるっていうのですね。文章を読んだ時点で実際やるのとはまた違いましたね。確かにね。おそらくですね、あれ今冷静に自己分析をするとき、うん、詰め込みすぎそう、でもそこ、それをねできないことをやろうとしてもできないんで、そうですね、妹もので、アイドルもので、ついでにそいつが野球をやるっていう、そういう謎の詰め込み多いね。あ、これちょっと今考え中なんですけど、現状何パーセント出せました。現状だと、まあ何でしょうね、50%超えてる。これが消えちゃったんで、その時点で 30% ぐらい消滅してますね。これめっちゃやりたかった。これやりたかったんですよ。ちょっと自重がですね。こんなのあったんですか。他の方もね、なんか思ったよりもクオリティが高い。思ったよりもって。え、頼んでおいてなんですけど。でも素晴らしい。なんかちゃんとね、設計図書いてきてたりとかね。そうそうそう、下準備してきてたりとか、ね、型紙やったりとか、そうそうそう、パーツがもうだってめっちゃ作ってきてましたもんね。あ、これどうなるんだろうなっていうのはありましたね、シガーさんのやつは。あー、ね、実際色ついたらちょっと雰囲気変わるのかなっていう感じ、ね、今のままだとどういうあれなんだろう、なんか兵器の模型かなみたいな、そういうみんな大パーツみたいな色塗り編がまた楽しみかなっていうところではあるんですけれども、そうですね、じゃあ完成に向けての後半をまた皆様お楽しみにしていただけたらなと思いますので、はいはい、ではまた、それでは来週になるんですかね、はい、来週アップですか、うん、来週アップになりますので、はい、皆様ご期待してお待ちいただければと思います。はい、じゃあまた、はい、では皆さん今日も放送お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた来週、バイバーイ。